選ばれないかなっていうのが一つあります。社会のためになってるのかみたいな観点から企業選びする人が多いなっていう。SDGs とビジネスで悩んでいる人を誰一人取り残さないチャンネル、 SDGs ビズの小林と黒田天平です。これどうなの、私の意見ですか、うん、就活生に選ばれないかなっていうのが一つあります、はいはい、自分の周りとか後輩の話を聞いていても、うん、自分のやってるビジネスが社会のためになってるのかみたいな観点から、うん、企業選びとかする人が多いなっていう。若い世代の人たちっていうのはもう本当にこう SDGs とかっていうのはまあ教科書に入ってきてるような世代になってくるんで、まあ、企業を見るときにそういうことをやってるのかやってないのかみたいなことをもう見る目がつくような時代になってくるんで、まあ、まさに採用に影響があるっていうのはデメリットとしてはあるかなというのはもう間違いない。さすが小林かなと、うん、それ以外にもやっぱり物を選ぶときにも世界に配慮しているものを選ぶとかも、うん、私たち世代ではあるのかなっていうのは、実はもうヨーロッパとかの方ではあの物を買うときにマークがついてたりとかしてて、まあ、エシカル消費とかっていうんだけど、この商品はすごく地球とか、まあ、人とかにいろんなところで問題を起こしてない商品ですよっていうのが分かるようになってくるけど、あの日本もおそらくどんどんそうなっていくと思うし、コメントだからもうそういう観点で物を選んだりして買ってるっていうことだよね。そうですね、母が使ってたものが私が使えるものもあったりするのがすごいいいなと思って、うん、私もそういうの受け継いでいきたいなと思って、いいものをちゃんと長く使うっていう感じで選ぶようにはしてます。実は今日私の格好も着物なんですけど、着物ってあの実は四角い布をそのまま使えるんで無駄があんまり出ない、廃棄物が少ないと言われてまして、あと、まあ、変な話体型が変わったりしてても、まあ、長く使えるみたいなこともあって、だから実はちょっと着物っていう服を選んだのそういう理由だったんですね、うん、あとちなみにこの靴はこの素材が海洋ゴミで作られてて、でこの後ろのこのソールが車メーカーのミシュランの廃材で作られた靴なんです。まあこういうのを選ぶ消費者が増えてくると。他にももう2点ぐらいやっぱりポイントがあって、まあ、上場企業は分かりやすくやっぱり ESG 投資っていうような、まあ、言い方されるけど、投資っていうのが、まあ、なかなか受けづらくなるというか、あの今どんどんですね投資をこういう社会的にサステナブルな活動をしている会社に、投資しようというような動きっていうのはすごい進んでて、あの機関投資家の間では特にすごい進んでるし、個人投資家でも、まあ、そういうことに投資する人が増えてきてるというのがあるので、まあ、上場企業はもう正直どの企業もかなりこれやっていかないといけないなと感覚があるんですね。で非上場企業もですねやっぱり危機感高い企業がすごい出てきてまして、これどういう企業かというと、やっぱりグローバルにですね今活動している会社さんとかだと、あのアップルとかあのマイクロソフトさんとか大きい企業さんとお付き合いしている会社さんは、例えば iPhone を作る上で作る過程の中で CO2 は一切出さないぞと、ネットゼロみたいなそういう目標を掲げているこう会社っていうのが出てきてまして、まあ、そうするとあのもうそのバリューチェーンの中に日本企業結構いるんですよ。だそういうところにいる企業はやっぱりもう自分たちがもう、取引先から切られちゃうかもしれない、今のままのやり方だとっていうことで危機感を高めている会社っていうのもあると。だからやっぱ取引先から選ばれなくなるかもしれないみたいですね。あの結論として、あの SDGs を、まあ、まだ今取り組んでない企業さんの方が正直多いんですよ。これはもうアンケート調査で分かってるんですけど、特に日本企業結構遅れてるんですね。で、まあ、なんで遅れてるかっていうと、まだ SDGs をやったからといってものすごい儲かりましたとかものすごいうまくいきましたみたいな企業の例ってそんなに実はたくさん出てきてないんですよ。ありますよ、ありますけどまだないんですよ。でも今後あの、まあ、若い今の小林の下の世代、さらに下の世代がどんどんこう社会人になるときに、まあ、まず選ばれない企業になってしまうと思いますし、消費者の意識っていうのもあのまだまだエシカル消費進んでないですけど、これからもっともっと広がって、やっぱりそういうものを意識してない商品は人々が選ばないようになってくると思うし、お客様が取引先を選ぶときにも、それをやってないなんてありえない、今後どうなんだっていうような時代が来ると思いますし、もうそんなことしてない企業には投資しないと、人権問題何かそういう問題を起こして環境に対して迷惑かけてるところには投資しないっていう社会には、これはですねもう近い未来すぐなってくると。変な話、自分たちがそれが先にしてやることっていうのが、まあ、選ばれる一つの理由にもなってくる。
というふうに思います。全てのこれを見ていただいている企業の方、そして個人の方、SDGs というものに対して取り組んでいくという意識をぜひ持っていただきたいなというふうに思います。はい、結構いろいろなこう障壁があるんですよ、取り組む上で。取り組み方がわからないっていう会社さんも結構多くて、他社でやってる例も少ないっていうことも、でまあ、自分たちと違う業種でこういうのはすごいやってるけど、自分たちだったらどうしたらいいか分からないとか、自分たちの会社の現場としてはやりたいだけど、経営層の中でそんなのお金の無駄だみたいなことを言ってる方もいらっしゃる会社さんがあったりとかですね。決済者の人が上の世代が多いからあんまり企業取り組めてないのかなみたいな、すごい感じますねいやでもまああると思いますよ。やっぱり今までの CSR ってやってた時に、あれって本当に必要だったのっていう風なことをちょっと思った経営者とか、そういう方って結構多くて、 SDGs またあのコストがかかるあれだろうみたいな感じで捉えちゃってる方っていうのは正直多いっていうのは現状ですね。まあ、もしくは、まあ、実際やっぱり新しい何かをやるってことに対する抵抗感、ルールを守るとかですね、安心安全みたいなことをずっと徹底してきた会社さんって、やっぱ新しいイノベーションを生んで、あの逆に事故をしてしまうリスクもある、そういうのがあの邪魔になっている会社さんですね。なんかやっぱそこら辺をやっぱりあのこの SDGs ビズでは一つ一つこう、まあ、解きほぐしながら、あの他社の事例なんかもうまく交えながらこうそれをロジックにしてみたりとかですね、そういうことをして、まあ、皆さんがこう実際に取り組んでいく上でのヒントになる情報をお届けしていきたいなと思ってますね。はい本当素敵な笑顔で100万ドルの笑顔で、お届けしたいと思います。はい、お願いします。このチャンネルでは SDGs とビジネスに向き合う皆さんの悩みを解決する使える情報をお届けしていきます。ぜひチャンネル登録お願いいたします。皆さんのお悩みにも答えていきたいと思いますので、コメント欄にどしどしお願いします